スカイウェイカップもう一つの準決勝が行われます。小林よしみプロ対佐々木智子プロです。優勝決定戦で姉妹対決が実現するのか。小林姉妹の妹です。小林よしみプロ43期です。ストライクが来ました。ナイスボール。その姉妹対決を阻むことができるのか。佐々木智子プロ42期、初タイトルを狙っています。惜しい。準々決勝では大石直プロを破って勝ち上がっています。坂内さん、はい、優勝決定戦が姉妹対決になるのか、まあ、そのあたりにこうどうしても、ね、興味がいってしまうんですけれども、ね、我々はなんかそっちを期待しちゃってるんで申し訳ないなと思うんですが、佐々木プロもその準々決勝が大石プロの7点2つで、まあ、逆に言うとラッキーで勝ち上がったって思ってない方がいいかなって僕思ってるんですよ。だから自分も実力で勝ったんだよっていうのをしながらこの準決勝投げてほしいんですよね、はい。最初のフレームはスペアで入ってきました。岸田プロはこの2人の対戦はどう見ますか。そうですね、でも2人とも気持ちが入ってますね、投球にすごく、うん、中盤コンディションが変化してきた時に対処どうしていくかで、ね、また後半の勝負になってくるんじゃないかなと思います、はい。小林よしみプロ、小林姉妹の妹になりますが、実はお姉さんのあゆみさんよりも1年先にプロに入っています。そうですね、2人で受けてたんですよ。で試合前同時合格なのかなと思ったら残念ながらお姉さんは怒っちゃったんですけど、第2フレームの佐々木プロ、おっと危ない、あの辺がまだちょっと誰も投げてないところなので、はい、意外と油がずっと残った状態でそのままいっちゃいましたね今ね。だから左側のピンをスペア取るときにできれば1投目と同じそのスパットを使った方がいいよねっていうのは今のを見るとそんな感じしますよね、はいはい。もちろんピンに対して直線的に狙うというスペアの取り方ももちろんあるんですけども、今のはちょっと右へこう向いたときに油に持ってかれちゃった感じですね。ここまでの勝ち上がりをご覧いただいています。宮城プロにわずか1点差でしのぎ切りました。そういった勝負強さを今大会最後まで発揮できるかどうか。本当に準々決勝 の、 宮城プロを破った後半の投球ができてますよね、ライン取りももちろんそうなんですけども、あとは左側のレーンがちょっと曲がったのでどう対処するかぐらいですよね。ほとんどそのままでいけますね。佐々木プロの第3フレーム、惜しい、天秤が残ります。どうしても岸田プロこの天秤がね厄介なんですよ。そうですね、本当にこれなんで飛ばないのかなと思いますよね。大事なところでね飛んでくれるかどうかですよね。よくプロテストを僕なんかもやってて見てて、プロテストの4日間でどん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 こうプロテストの中で上手くなってくるっていう選手結構いるんですよね、はい。今ちょうどこう佐々木プロ、僕は本当に初めてに近く見るんですけども、この新人戦の1日目より2日目の準決勝、準々決勝スタート、最初の24名のトーナメントからスタートしてて、だん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 良くなってきてるっていうか、この大会で上手くなってきてるっていうような感じが今しますね、はい。あ
ました。小林義美プロダブルが来ました。岸田プロ、はい、一つの大会を通じて自分がなんか劇的に変わったっていうそういう大会ってあるんですかね。あると思います。攻め方だったり気持ちの持っていき方もそうですけど、練習よりも本当にトーナメントって自分の経験とか技術を上げるのに育ててくれる、すごいいい場所だと思います。うん、おお客さんも分かってて、26番連の10ピンが残るときに7ピンが残りそうだと、おおっていうね、さすがのやっぱり埼玉のお客さんは本当にボーリングファンが多いですね。セブンテンは逃れました。テレビも初めてだって言われに、冷静ですよね。本当に上がって、ね、そう上がってその投げるまでのタイミングも一緒ですし、あの中国四国支部っていうことでなんかあの原明彦プロと岡野秀之プロが一応師匠って書いてあるんで、非常にこうベテランのお二人なんで、そういう教えられ方もしてるのかなっていう感じしますね。ここまでステディな投球、すべてスペアを拾っています。こちらは小林義美プロ、ターキーを狙います。おっと来ない。惜しかったですね。ちょっと曲がっちゃったんですよね、はい、若干スパットでは左目だったかな、1枚ぐらい、はい、やっぱりあのターキーが欲しいというのが前面に出てた投球ですよね、はい、結果はカウント9。小林義美プロの師匠はもうスカイエーのボーリング解説でおなじみの杉本勝子プロです。はい、そうですね。リセットを終えました。そうですね、今のはマシンがピンをタッチしてしまって倒れたんで、元の4番ピンのところに立て直すという、はい、ルールですね、はい、佐々木智子プロの第5フレーム、まあ、でもこの辺で欲しいですよね、ストライクね。ナイスボールです。素晴らしい。内藤は全然違いますよね。全然違いますね、はい、自分もそうでしょうけど、小林義美プロに対しても、ね、あまだまだっていう感じが、ね、出てきてますよね、やっぱり、うん、しっかりステアを取りました。第5フレームが終わりました。いい勝負ですね。ともに190ペース、カウントが2ピン、小林義美プロが上ということで、ダブルが来れば佐々木プロがワンマークリードということですね。第6フレームの佐々木智子プロです。少し内側だけど、おお、来ました、ダブルです。来ましたね。ちょっと26番レーンが難しそうですね。難しいよね。少し中に寄ると集め出しと、中に寄ると抜けちゃうしって、今すごくうまく投げられたな、うん、うまくピンアクションでね、ストライクになりましたね。あのちょっと横の回転が多いんで、ああいうアクションが出るんですよね。もう外から行きましたが、うん、まあ、ちょっとミスですね、はいはい、ちょっと気持ちが前に行き過ぎ出してるかなっていう。そのリリースでボールがフィンガーに乗る前にボールが落ちてましたね、抜けちゃいましたね。こういうのは、まあ、岸田プロ、なかなかちょっと心理状態読むのは難しいかもしれませんが、優勝決定戦でお姉さんが待ってる、こういうのって余計な力が加わることってありえますか。あると思います。誰かも気持ちが先走っちゃって、どん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 こう力が入ってきちゃうんですよね。で気づかないんですよね、その時って、なかなか。いや、そうですよね。第7フレームに入ります。
しい。来ました。今のは本当にいい感じの投げ方をしました ね、 ねターキーで力んだ小林よしみプロに対してすごく冷静にコースだけ見て振り切ってる、だからタップしなかったですね。非常にいいターキーですね。210ペース2マークと2ピンのリードですね。こっちもいい。あ、惜しいな。思わず首をかしげました小林よしみプロ。どっちかというと26番は右のレーンは小林よしみプロ分かってるんで、まあ、左のレーンですよね。投げミスをしないこととラインをどうするかでこの終盤8、9、10まだまだ勝負になりますんで。うん、アイスカバー。岸田プロ、ここまでどうご覧になっていますか。そうですね、やっぱりちょっとコンディションが変わってきた分、はい、外から行ってる小林プロの方が今ちょっとレーンに作業されるようになってきているのかなっていう 迷いもあるから、思い切って自分の投球がちょっとできなくなってきているのかなっていう感じがしますね。さっきあのねピンアクションで倒れた右のレーンとは違う、今のはジャスト狙ったんだけど、まあ、そのフッキングでちょっとボールが右に出た分甘くて、まあ、天秤になってしまったんですけど、この辺があと点フレですよね。あの佐々木プロはこっち側が、逆に小林プロの左側なんで、まあ、両方ともこう分かんない方が点フレっていうのがね面白いですね、はい、あでも小林よしみプロは来ましたね、はい。まずはこのスペアですね、はい、久々の天秤なんで、うん、ね、そういうものなんですよ、はい、そうなんですよ、はい、緊張が走りました。ボーリングの、ね、心理ですよね、人間の心理というか。それでもナイスカバー佐々木プロ、はい、大きな一投でした。今のスペアで小林よしみプロはもう最低限ここはストライクを来ないとマックスが200台202というスコアになってしまいますので、思い切って投げた内側を、お、倒れる、きませんか。いや、いいアグレッシブな投球でしたね。少し内側ですね、外投げるともう全天秤が見えちゃってるんで、今はもうちょっと引っ張り気味でもいいやっていう感じで、もう本当にダイレクトポケットっていう感じで狙いましたね。優勝決定戦での姉妹対決は実現ならないか。まあ、可能性としては佐々木プロのミスマッチで小林プロがオールウェイっていう202ですよね、はい、まあ、これスペアを取って202ですね、はい。ただ当然佐々木も優勝決定戦進出を決めるためのこの9点というプレッシャーはかかってきますので、はい、何が起こるか分かりませんけど、佐々木君にとってみれば自力でスペアというよりマークをつければもう勝てるということは分かっていると思うんですね、うん、大丈夫、うん、大丈夫ですね。さっきの8フレが取れたのが大きかったですね。冷静に今のは、ね、取れましたからね。第9フレームが終わりました。お姉さんのあゆみプロは一足先に優勝決定戦進出を決めています。妹のよしみプロ、来ませんでした。これでマックスが191までなので、佐々木プロが9本、いわゆる10フレームの中で9、9カウントをすれば大丈夫ですね。まずはこう8本倒せば9本なら確実ですね。はい、
ここで決まりですね。192ですからね。もう今201ありますんでね。まあ、スプリットがあったり、あるいはスペアを取り損なったりという、そういった一投が一つのゲームにこうね、一回はこう出てきているような準々決勝以降の戦いなんですが、はい、そうですね、そういう展開でしたけどね。綺麗なノービスゲームですね、本当にこう安定感、はい、もうこの言葉で十分に表せられる、そんな見事なゲームです。本当に自分のタイミングをしっかり合わせて、本当に同じようなルーティンで投げてますよね。テンポ、リズムがすごくいいですよね。そうですね、はい、急いでる感じが全く見えなかったです本当に自分のことを反省しながら言ってるんですか。本当に、ね、ここから見てるとすっごい勉強になりますただそれもでも岸田プロの良さなんで、やっぱりそういうタイミングっていうのもね、はい、佐々木プロにはこのタイミングが合ってるだけでね、はい、小林姉妹による優勝決定戦、姉妹対決を阻んだのは佐々木智子プロでした。小林よしみプロを破って優勝決定戦進出を決めました。皆様、検討いたしました。小林よしみにも大きく拍手を送ってください。優勝決定戦進出を決めました佐々木智子プロです。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、初めてのこの決勝ということなんですけれども、とてもそうとは思えない、本当に落ち着いたプレーでしたね。そうですね、準決勝トーナメントが始まる前に師匠である岡野プロとかに、一投一投どんなことでもいいから一投一投大切に投げるんだよって言われたので、それを忠実に守ってみました。ただ5振れまでストライクがなかったんですが、あの時も焦らずという感じでした。そうですね、テンポだけは自分で作ろうと思ってましたし、少しだけアジャストしていこうと思ってましたので、焦らず投げることだけ心がけました。さあ、次はいよいよ小林歩美プロとの優勝決定戦です。意気込みをお願いします。そうですね、観客の皆様は、小林プロ兄弟の決勝を楽しみにされてたかと思うんですが、絶対勝ちたいと思います。頑張ってください、はい、ありがとうございます。優勝決定戦進出を決めました佐々木智子プロでした。坂内さん、はい、改めて今のゲーム振り返っていただけますか。はい、そうですね、今コメントにもあったように、本当に冷静な試合運びっていうのが、まあ、こういう結果を招いたかなって気がしますね。ボーリングって本当に慎重に行くっていうのはいいことだなって分かりますね、はいはい、さあ、これでレディース新人戦優勝決定戦は小林歩美プロ対佐々木智子プロということになりました。